およそ9ヶ月ぶりの再会です。ウクライナから大分に避難している夫妻が会見に臨み、再会の喜びとこれからについて語りました。ジェスチャーですけど、大変嬉しく感動してますということですね。コバレンコ・アンナさんは、去年一足先に日本に避難してきた夫のバーディムさんと、先月28日、9ヶ月ぶりに再会しました。そして今日、共に聴覚障害があるコバレンコ夫妻が、今生活している別府市の太陽の家で会見に臨みました。アンナさんは、今は快適な生活を送れています。日本の文化や自然に驚いていますと感想を述べました。夫の到着を3時間も前から空港で待っていた夫のバーディムさんは、久々の再会について、本当に会えたかっていうのがもうことでびっくりっていうことですね。それからその後2人でその成田空港を歩いていったことが素晴らしく印象に残りましたということです。会見で笑顔を見せたアンナさんは、日本に来るまでは心配だったが今は安心している、まずは仕事に就き日本の文化に触れてみたいと希望を話しました。太陽の家ではアンナさんの話を聞きながら就労に向けた準備を進めていきたいとしていて、今後も希望者がいればあと2人ほど受け入れたいとしています。そういうふうに感じる。